何をしてるのかなと思ったらね、ゴミを燃やしてました。ゴミを燃やしてました、うん、でもね、燃やすのが一番いいんだと思います、正直、ただ日本みたいにね、高温で燃やすのがいいんだけど、そういうところはないからね、そう、あとなんだっけ、あれもね、たまに読むんですよ。闇金牛島くん、闇金牛島くんをね、たまに読みます。で、それの名言集、そう、結構ね、いいこと書いてあるよね、きついことも書いてあるけどね。そうね、そう、や、若いうちにやることやっとかないと後で、大変な思いするとっていうふうには書いてありましたね、確かにそうかなと思いますし、いろんな意味でもそうだと思いますね。意外に長くないっていう、若いうち20年間、年を取ってからの方が長い、そうかもしれないね。だからまあ勉強もそうだし、あとは、若い時にしかできないことをやっとかないとね、後で大変な思いをする、そうね。そうね、大人になってから結構勉強はしてる方かなと思うんですよね、いろいろね、自分で言うのもなんだけどね、でもその意識の中にね、自分がバカだって思ってるからなんですよ。自分がバカだって思ってるわけですよ。っていうのは、私大学行ってないので、そうで、まあ大学行けば頭がいいのかっていうわけではないんだろうけれども、でも世の中ってそれで判断されるじゃないですか。簡単な方法ですよね、頭がいいか、まあ頭がいい悪いのその定義もいろいろあるんだろうけど、一番簡単簡単で分かりやすい、っていうことですよね、だからまあいろいろ経済の本読んだりとか、まあビジネスの本読んだりとかね、いろいろはしてるんですけれどもね、なかなか頭良くならないね、やっぱり後で思い返してみると、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうふうに思うことも多々ありますよね、そうね、頭のいい人ってどういう人なんだろうね。頭のいい人、そうね、なんだろうね、本当にね、自分はバカだって思ってるんで、もう常日頃からなんかいろいろね、ニュースとかはね、YouTube でもなんかいろいろね、ニュース、あとは、経済、なんかいろいろそういう方を、見ますよね、そうね、もしかして大学今の年から行って卒業したとしたら、あ、バカじゃないんだっていうふうに思うかもしれないね、バカじゃないっていうふうに思うかもしれないけど、でもそれ、そう思った瞬間に多分あれなんじゃないですか、勉強することをやめるんじゃないですかね、自分なりのね、だからまあ行かなくて結局良かったんじゃないかなっていうふうにも思いますよね、帰ろう、なんで俺戻ってきたんだろう。帰ろう、他に逃げませんね、今穴掘ってます。
なお家作りですね。あ、そういえばこのパラダイスビーチバンガロー、別にここに宿泊しなくてもね、ここに来れますからね。はい。で、日帰りでも全然大丈夫ですよ。ここはプライベートビーチっていうわけではないです。ないようなので。以前はね、バイクタクシー1日雇った時にここに来て、で、ちょっと2、3時間ゆっくり過ごして、で、それから隣のね、向こう側のね、グランドファーザーズビーチに行きましたけど、そちらに行って、で、それで、向こうの、ダウェイに帰りました。ですので、ね、もしね、泊まるんじゃなくて、ここに来てみたいっていう方は、ダウェイから日帰りでも全然大丈夫です。はい、もう日本人はね、ほとんど泊まらないらしいです。はい。うん。私で、この前回来た時に私で4人目って言われましたね。4人目ですよ。日本人4人目。うん。で、そのオーナーがね、覚えててくれて、ね、ここのオーナーで昨日話しかけてきてくれて、あれ、また来たんだ、みたいな。で、YouTube 見たいな、思って。ですのでね、ここでゆっくりしていってもらっても全然構いませんので、はい。欧米の人にはここは非常に人気です。ただ、アトラクションがないからね、ただ単にぼーっとするのが日本人はどうも好きではない国民性なので、それもどうなのかなという感じですね。うん。休日の過ごし方っていうのがもう全然ね、日本人と外国人は違うなっていうのは本当に如実に分かりますよね。ビーチ、でも私も10年前とかそうだったかもしれないね。ビーチ、ただ寝っ転がってるだけ、つまんないっていう、そういうふうにね思ってましたよ。でもこういう過ごし方もね、考え方次第ですよね。考え方次第で、いいなというふうに思いますね。何もしないってことですね。何もしない、ここは何もできませんから。はい、ね、できませんから、本を持ってきて読むとかそういうことぐらいしかできません。そういうのもいいじゃないですか。今になってやっとそういう、そういう過ごし方の良さが分かったって感じですかね。いや、いかに自分が追い回されてるかですね。知らず知らずのうちにね。いや、本当長いよね、一日がここにいると。1時間が長いよね。いや、こうやって今ビデオ撮ってるけれども、これもこういうこともやめた方がいいんだよね、本当はね。こういうことをすると時間が早く感じるんだよね。はい、ということでご飯食べに行きます。はい、ご飯ですね。今ケチャップもらいました。はい。